さあ、最後の球、操御球は目の前だぜ。聖夜、君に頼みたいことがあるんだ。操御球に着いたら君はまっすぐ教皇の間を目指してくれ。シュン、僕はどうしても一人で操御球のゴールドセイントを倒さなければならない。なんだって。12球最後の操御球を守るセイント、その美しさは88のセイントの中でも随一と言われるピスケスのアフロディーテ。僕をセイントに育ててくれた先生を倒した男だ。さあセイヤ、先に教皇のままで行ってくれ。よし、じゃあ先に行ってる。なに、お前が来る前に教皇は片付けてるかもしれないぜ。うん、ちょっと通らせてもらうぜ。アバヨウ、ピスケスのゴールドセイント、セイヤの邪魔はさせないよ。あなたの相手は僕だ。ケフェウスのアルビオレ先生の仇を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが関の山だ。何を。行くぞエグラッチェーン。勝しな。あなたには聖夜が操御球を抜けるまで動かないでもらうよ。アンドロメダ、一つ教えてやる。この操御球を抜けたからといって教皇のままでたどり着くことはできない。なんだって。あのペガサス、途中で生き返るだろう。バラの葬列に送られている。ハハハハ、アフロディーテ、バラの葬列とは何だ。聖夜はどうなるんだ。炎の末路を知らずに私に殺されるのもかわいそうだ。教えてあげよう。この先高校のままではデモンドーゼに猛毒のバラで埋め尽くされた。なんだって。その花粉に棘にかすっただけで五感を失い死に至った。ペガサスはおそらく10歩と進まぬ道。こうしちゃいられない。聖夜のところへ行かなければ。おっと、私の相手は君がするはずじゃなかったのか。レモンロー、ふん、君の腕でこの私を倒せると思っているのか。レモンロー、クロディーテ、どうしてあなたは僕の先生を。そういえばそんなことがあった。君の死はどうやらサンクチュアリに疑惑を持つ者らしく、教皇の召集にさえ長い年月一度も応じなかった。よって教皇から勅命を受けた私が彼を成敗したわけさ。君はさ、仇を討つとしたら、この程度の実力では犬死にするだけだぞ。何を。あなたに先生に詫びるまで僕は戦い続ける。レモンドロイヤル、レモンド。僕だ。どう。キャッキャロイヤル、レモンド。僕だ。キャキャキャ、ロイヤル、キャ、レモンド。キャチェーンよ。キャキャキャチェーンよ。僕だ。僕だ。キャキャロイヤル、レモンド。そこだ。どう。ロイヤル、レモンド。レモンド。ロイヤル、レモンド。負けないよ、チェーンよ。そこだ。ロイヤル、レモンド。
ロー。ここだ。いや、ロイヤー。負けないよ。レモンロー。ここだ。何？どう？いや、ロイヤー。いやだ。レモンロー。ここだ。いや。レモンロー。そこだ。そこだ。ヤン。ヤン。ロイヤー。ヤン。レモンロー。ヤン。ヤン。ロイヤー。逃さない。レモンロー。これで決めるんだ。君のような男がここまでの力を秘めていたと。ならば。そのアンドロメダのクロスを粉々にしてやろう。前へ、黒バラよ、ピラニアンロース。前へ、黒バラ。まさかクロスが跡形もなく消し飛ぶと。それにネビュラチェーンまで。一体あの黒バラ。ロイヤルデモンローズの赤いバラは時間を置いて死に至らしめる。この黒いバラは即座に敵を倒す。そう、黒バラのトゲはピラニア。いかなるものであろうと触れるもの全てを引き裂くのだ。さあ、今度は金自身がこの黒バラによって粉々に消滅しろ。クロスがなければもはや君は無力な赤子に過ぎない。さあ、ここだ。望み通り死を見舞ってやるぞ。バカか。ロイヤルデモンローズに加えピラニアンローズまでその身に受けた。まさしく死を待つだけの男からそれほどまでの威圧感を受けるとは。しかも気流が渦巻いている。アフロディーテ、ここまで僕を追い詰めたのはあなたのせいだ。なんだと。アンドロメダに一体何が隠されているの。できれば前を黒バラ。僕は生身の剣を使いたくなかった。でも僕の命はあと数分で終わる。聖夜を助けられない今、先生の仇だけは取ってみせる。アフロディーテ、もはや僕の思い一つであなたの生死が決まる。だがもしあなたが聖夜を助けてくれるなら、あくまでセイントとして心を改め先生の霊に詫びてくれるなら。甘いぞアンドロメダ、この程度で私に勝ったつもりなのか。赤いバラはゆっくりと効き目を表すロイヤルデモンローズ、黒バラは速攻性のピラニアンローズ。だがその二つを受けてまだ悪あがきをすると。前を黒バラ。ここだ。ここだ。ここだ。死んでもらうぞアンドロメダ。ネビュラストリーム。ネビュラストリーム。アフロディーテ、あなたも正義を守るべきゴールドセイントなのになぜ。それが甘いというのだ。最後だから教えてやる。いい、力こそ正義なのだ。勝利した者こそ絶対なのだ。教皇がサンクチャリを治めるほどの偉大な力を持ったお方である限り、教皇こそまさに正義なのだ。そんな、ならば弱い人間はどうなん。前を力を持たぬ子供や老人は力のある者に従えというのか。力のある者は常に何をしても正当化できるというのか。その通り。教皇がいたからこそ大地の平和が今まで守られてきたのだ。幼き赤子のアテナに何ができたというのだ。
教皇がいなければ大地は今頃ディ・ローズにその命を奪い尽くされ滅びる。僕は最後まで戦ったよ。アルビオレ先生の仇も。